ザ・ボディーズです。イエーイ。イエスタで、ちょっと一足先に見させていただきました。ありがとうございます。絶対見たいなと思ってたっていうところがありまして、本当に楽しませていただきました、はい、アレンジをこう今の現代にちょっと落とし込んでるところもまた聞きやすい要因なのかなとかちょっと思ったり、うん、ビートルズって偉大なんだけど一番すごいのが曲なんだってなるからやっぱ説得力があるよね、うんうん、ありがとうございます。2人ろう人形がいる。いや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 。あ、何撮るんですか。撮ります。一応撮ってます。いや、何しに来たの。ただ映画見に行っただけじゃないですよ。ビートルズの魅力は語ってもらいましたけど、やっぱ SNS とかで全世界にどんどんこう有名になっていくっていうのもなんか現代ならではの描写の仕方だなと思って、すごい良かったと思います。特に日本では若い子たちが出てきて、ビートルズ誰っていう世代どんどん出てると思うんですよね。そんな人たちにはもうビートルズってあの伝説のビートルズじゃないわけですよね。だからビートルズの楽曲をもう改めてこんなにすごいんだよっていうのを、ビートルズに対しての知識がまっさらな人たちによりこう伝えられる映画だなって思いましたね。迷ったけど、まあ、このタイトルにもなってるけどイエスタデーかなっていう、まあ、この映画でもそうだけどさ、アコギ一本でできるからバンドにこここうだからみたいな説明しなくても一人でやれるからイエスタデーやるな。やっぱそういう意味だと俺も多分タクと全く同じ感じなんだけど、アコギ一本でまずいけるっていう意味でヒアカムサさんとかになっちゃうね。日本人にすごい届きやすい曲だと思うの。ヘルプ、ヘルプぐらいから始めるとちょっと何作品か僕作れるかなみたいな感じがあるので、はい、まだ言ってないまだ言ってないから迷ったから先にギターも弾けねえわ。あれじゃあボーディーズでやるとしてドラムで叩くとしたらってことでいいんじゃない、うん、そしたらバックインザ USSR かな。意外なんかバンドっていうものを見せれるからあれかなと思いました。ビートルズそんな知らないっていう人ももちろん全然見てほしいし、むしろ見てほしいし、てかもう本当みんなに見てほしいな。逆にどう全く同じこと思ってた。いやいや、それはやばい。全く同じこと思ってた。